マカオタワーから西湾大橋を眺め、前は横琴島2019年の横琴金融島1912年の地図動画はマカオと横琴島1555年から2011年までの地理変化横琴島は中国関東省主海市横琴新区に属し、主海市の最大の島である。元々は大横琴島と小横琴島。 土地面積は106.246平方キロメートルで、マカオの4倍近く、香港の10分の一に相当する。優れた自然環境で90%が未開発地であり、定住人口は7000人である。マカオと一本の川で隔たれており、最短距離は200メートルしかなく、東部はマカオと橋でつながり、香港からわずか34回離れている。中国政府は、 横ごとを自由貿易試験区に発展する見込み、主に観光レジャー、ビジネスサービス、金融サービス、クリエイティブ、中医学、保健、教育、研究開発、ハイテクの7分野を提供する。島内にマカオ大学のキャンパスがあるが、学校敷地内はマカオの方が適用される。横ごとの紹介マカオとその隣の横こと島経済一体化が進展。ありがとうございます。